そして続きましては苦しいだろ、もはや表彰させていただきます。団体表彰なんですが、トップ3からご紹介させていただきますけれども、代表者の3名が上がってきてください。いきますかね、代表者の3名が上がってきてくださいませ。他の柱にも代表の3名なのでですね、合わせて団体表彰3名の方合わせてお越しください。それでは行きましょう。まずは第3位です。第3位は3000ポイント獲得であります、富士ストアカーサイクリングチーム。第2位であります。第2位は3000ポイント獲得であります、マトリックスパワータグ。ありあり、どうぞこちらの方に。そして、最後の最後、第1位は3200ポイントを獲得、宇都宮ブレッセ。さあ、それでは再びプレゼンターはデビッケス一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟の小野孝雄が務めてまいります。では代表の方、どうぞこちらの方にお越しください。表彰、優勝宇都宮ブリッツェン殿、非団体は第46回 JBCF 経済産業大臣期ロードチャンピオンシップにおいて当初の成績を収められましたので、ここにその栄誉を称え称します。平成24年9月23日経済産業大臣枝野義男。嘘か、枝野義男っていうか。そして引き続きまして、メダルの授与をさせていただきます。宇都宮ブリッツェンの3名の選手には銀のメダルが贈られます。続きましては第2位であります、マトリックスパワータグ、どうぞこの方。第46回 JBCF 経済産業大臣労働チャンピオンシップ実業団連盟賞第2位、記録3000ポイントマトリックスパワータグ、2012年9月23日 JBCF。第2位に輝かれましたマトリックスパワータグ代表の3名の選手には銀のメダルが贈られます。続きましては第3位の表彰であります。第46回 JBCF 経済産業大臣労働チャンピオンシップ実業団連盟賞第3位、記録3000ポイントブリストンアンカー大会チーム、2012年9月23日 JBC。第3位に輝かれましたブリヂストンアンカーサイクリングチーム代表3名の選手には、銅のメダルが贈られます。うわ、痛いのに顔がおつんだな。
それではここで経済産業大臣期通称臨床期の授与とさせていただきます。代表者の方ないしは3人全員でもいいんですけれども、始めましょうか。始めていきましょう。それでは理事長の小野孝雄より宇都宮ブリッジ戦に注文させていただきます。おめでとうございます。しっかり書いてあります。じゃあ、一言いただきたいなというふうに思いますけれども、代表してどなたがお声いただけるでしょうか。はい、いきなり振るのだな。ありがとうございます。ありがとうございます。経済産業大臣期この大臣期46回目の、大臣期を取得いたしまして、今のお願いします。監督に出てきた。この、まあ、団体ですからやっぱり結束っていう部分が大事かと思いますけれども、ご自身的には宇都宮ブリッジ戦はどういうチームでしょうか。いや、やっぱチーム力がすごいあるので、監督もすごい素晴らしいので、作戦力。ありがとうございます。まあ、もちろんその、チーム自身また監督の、その声とかも、ね、あの指導とかもあると思うんですけれども、毎回思いますが、本当にたくさんの、ブリッジ戦サポーターの方も来て、おられるかと思いますので、代表いたしまして、応援していただきました、皆さんに一言よろしくお願いします。あ、こんな遠い中、はい、来てくれてありがとうございました。あとでな声があると思いますので、はい、じゃあそれではフォトセッションを行っていきたいと思います。ではこちらはもう並んだ感じで、そうですね、症状は前に、ね、出していただきまして、でセンターがですね、大体この辺りでございますね。この辺りですね。はい、この辺りにちょっと真ん中に来てください。はい、まあ、そんなことしなくていいです。はい、どういう順番でもいいです。はい、こういう感じですね。とにかく真ん中がこの辺です。真ん中がこの辺です。はい。あ、ここ立ってもらっていいですよ。はい。ですね。はい。はい。ね、症状であったりとかメダルとか。はい。すぐ後ろ引き取りたがるんだから。はい。そうですね。はい。じゃあそれでは行きましょう。フォトセッションどうぞ。はい、声かけてくださいね。どちらを見ていいか分からなくなりましたので、すいません、この辺お願いします。はい、満杯です。はい、満杯です。これ思いっきりサイトにもなりますからね。ね、いい笑顔でお願いします。はい、よろしいですね。はい、それでは団体表彰でありました。改めておめでとうございました。どうぞご登壇くださいませ。そして増田選手、後でまたあります。安原選手もまだありますので、ね、一旦ちょっとお願いします。